11歳の第16代アルバ公爵スペインモロッコ戦争時の商工服を着用。1860年、カルロスマリアイサベル・フランシスコでサレス・バルバラ・フィツ・ハメス、ストゥアルト・イパラフォクスは、数多くの爵位、称号を有した、スペインの貴族、外交官。第16代アルバ公爵及び、第9代ベリック公爵の称号で呼ばれる。フランス皇后、 ウジェニード・モンティジョの老い。第15代、アルバ公爵ハコボ・フィツ・ハメス・ストゥアルトとその妻の、第16代ペニャランダ・ディ・ドゥエロー・オ公爵、マリア・フランシスカ・デ・サレス・ポルトカレドの間の第一子、長男。誕生より、父の後継者として、ウエスカル公爵の儀礼称号で呼ばれた。1860年、バニエーザ公爵及びパラシオスで、ラ・バルドゥエルナ死者会を除く。 貴族称号を母の死により1881年ガリエスト公爵位を除く貴族称号を父の死により相続した。こうして第16代アルバ公爵はグランデ特権が付帯した爵位を20以上も所有することになった。ナポレオン三世の義理の老いとしてビクトリア英国女王所有のバルモラル城にもしばしば登留したがその際には 自身の英国人の先祖が称していた、ベリック公爵の呼び名を使用した。1877年12月10日に、マドリードで、第12代、シルエラ女白爵、マリアデルロサリオファルコイオソリオと結婚。3人の子が生まれた。父と同じく、サラマンカ大学とパリ陸軍士官学校で学んだ。1895年、王族や他の皇位貴族らと共に、 社交クラブレアルクラブデラプエルタで霊場を結成した。スペイン上院議員、摂政王対号、マリア・クリスティーナの自重、金羊毛騎士団騎士でもあった。ありがとうございます。